はい、皆さんこんにちは。 HIDCHE ヒデです。はい、今日はですね、何の紹介をしていくかというと、以前お話しした動画でですね、富士山に登りたいということで言ってたんですけども、私ですね、ガチの登山初心者ということで、まあ普通に考えていきなり富士山登るなんて多分無理だと思うんですよ。そこでですね、ちょっと低い山でトレーニングをしてみようかということで、今回はガチの私初心者が低山へ登るためのグッズを、私なりにいろいろインターネットとかアウトドアショップとか、まあいろんなお話を聞く中で揃えてきたものをご紹介していきたいなと思います。ただしですね、今回ご紹介するものはプロのアドバイスを煽って揃えたものではありませんので、そのあたりはご注意ください。それではサクッと紹介していきます。一つ目、じゃん、コールマンのリュックになります。ちょっと型古いんですけども、マウントトレックライト40という40リッターのバックパック。今回靴はこちら、じゃん、金のトレックなのかな、ハイクなのかな、ちょっと私も微妙なとこなんですけど、商品の名称下にテロップでちょっと書いておきますけども、金のシューズになります。今回はこれを履いていきます。続きましてこちら、トレッキングポール、これがですね、私サウスフィールドアルペンの自社ブランドですね。これでいいのかな、多分ちょっとわかんないですけど、一応ショックアシストがついてるものを購入してます。で、次こちら、じゃん、側面こんな感じ、バーナー部分も一応風防がついてて、こんな感じで、ロックがかかるようになってますね。これ見えるかな、はい、なんか1リッター水が入るタイプのクッカーっていうのかな、湯沸かし器になるのかな、です。ジェットボイルのリスペクト品になってます。クッカー部分とこれがバーナー。よいしょ。で、コップ？器？なのかな？はい。はい。うわ。入って、じゃん。これに使うのが EPI のチビ缶タイプのガスカートリッジになります。これと、で、蓋。このセットで持っていきます、はい、でこれなんですけども、中国で個人輸入したんで、かなりちょっとお安く買えてる商品になります。だいたい4000円ぐらいだったのかな、かなりお安く買えました。水を入れていくといえばこちら、じゃん、ハイドレーションシステムになります。まあこれですね、一番多分簡易タイプのものになるのかな、もっと本当はいいやつもあるんでしょうけど、ちょっと私よくわからなかったんで、とりあえずまずは一番安いものということで、今回は500円ぐらいで売ってたのでこれを購入しました。登山行くとき絶対必要だよって言われたので、これは購入しました。じゃん、直すのめんどくさいんで出しませんけども、モンベルのレインウェアになります。上着とズボンですね、アウトレットで購入しましたんで、ちょっと色違うんですけど、まあそれぞれですね購入いたしました。次ね、ちょっとこんなのいるのかどうか正直わからなかったんですけど、じゃん、これコード系、昔から持ってたんですけど、これ一応コード系になります。アナログのコード系と、これ方位磁石ですね。これ Amazon で安く売ってたのを買いました。次、じゃん、これはまあ買ったんじゃなくて、ずっと昔から私が持ってるものなんですけど、ナイフになります。まあ多分必要ないとは思うんですけど、まあ一応ですね、念のため何かあった時のためにナイフを1本持っていきます。次、まあ多分これは絶対に必要でしょうね。じゃん、ファーストエイドキットということで、これもうキットになってるやつ Amazon で売ってましたんで、それをそのまま買いました。これを持っていきます。次、じゃん、これもいるのかどうか分かんなかったんですけど、なんかいるよとかいらないよとかどっちも書いてあったんで、とりあえず買いました。これがですね、何かっていうと折りたたみの椅子です。横幅が20センチぐらいで、高さが10センチぐらいなんですけど、こうやってやると、よいしょ、じゃん、折りたたみの椅子になりますよというものです。軽いものがいいかなと思ったんで、ジュラルミンで小さくなるものを買いました。次、じゃん、ネイチャーハイクというところの、1メーター×1.2 メーターぐらいの、グランドシートですね。ちょうど5センチ角ぐらいに収まる、すごくなんか薄っぺらいものがあったので、これもまあ一応買っておきました。次、これ
じゃん、防水バッグになります。これですね、多分アルペンで買ったんでちょっと高かったんですけど、4リッタータイプのこの防水バッグ、一応これ折りたたんで入れておこうかなと思います。次、はい、これモンベル行った時にちょっと買ったんですけど、熊よけの鈴になります。次、じゃん、これも、Amazon で安く売ってたんですけど、一応トレッキングフープが必要っていうことだったので、これ1000円ぐらいだったかな、多分1000円しなかったと思うんですけど、トレッキングローブを買いました。次、じゃん。はい、これ一応、コード系とか、もろもろセンサーのついてるタイプの腕時計になります。確かこれ6000か7000ぐらいだったのかな。ちょっとこれ楽天かなんかで見つけて欲しいなと思って、昔購入したものがあったのでこれを持っていきます。次、こちら、じゃん、ヘッドライトになります。これ多分朝ちょっと出発するのが早いんで、多分持っていった方がいいよって言われたんで入手しました。でこれもですね、中国から個人輸入してるものなので、ただこれでも高かったな、3,200〜3,300円したのかな。でバッテリータイプのものになるので、フル充電で一応持っていこうかなと思います。これがですね、一応明るさが3段階真っ白の3段階と、これがですね電球色になるんですけど、ちょっとわかんないかな、一応電球色も使えるようなもので、あと赤、多分夜間地図見たりするときに使うって書いてあったんで、なるほどと思ってたんですけど、赤色にも光ります。はい、あとはこれ救難信号も使えるものになりますね。じゃん、はい、これ看板じゃないんですけど、中にですね、一応行動色っていうんですかね、チョコレートとか入れておいた方がいいよって書いてあったので、看板のこの空き缶の中に、このミニタイプのスニッカーズと、愛知ならでは、ブラックサンダーならぬフルグラサンダーっていうのがあったので、ちょっとこれ2つ購入それぞれして、それぞれですね詰めれるだけ詰めて持っていくのと、こちらに一応お茶とコーンスープ、パウダーのコーンスープを一応このパウチの袋に入れてそれぞれ持っていきます。であとはウェア系ですね、モンベルとかアウトレットに行って一通りちょっと仕入れてきたものになります。モンベルのズボンと、マムートのなんかフリースタイプのインナー、これもモンベルで買ったアウター、一番上に着るアウターかな。でその中にレイヤードで着込むコロンビアのちょっと薄手のタイプの、まあ、防風アウターっていうのかな、を一通り揃えました。はい、ということで、サクッと、本当にサクッと持ち物をご紹介していきましたけども、いかがだったでしょうか。本当に私初心者で何準備していいか分かんなくて、とにかく調べに調べまくっていろんなものを買って揃えてみたのはいいんですけど、どうなんでしょう、本当にいるのかな、もう買いすぎというか持っていきすぎな気もしないでもないんですけど、でもしですね詳しい方、見てる方いらっしゃいましたら、あれ持ってった方がいいよとか、こういう揃え方した方がいいよとか、ちょっとアドバイスいただけるとありがたいなって思います。で全てちょっと返信できるわけではないんですけども、まあ、それ読みながらですね参考にして今後の山登りに生かしていければなと思います。でまあこんだけ持って行って一体どうなるのか、私も全然わかりませんけども、まあそれはですね、後日の動画でちょっとお届けできればなと思っております。ということで、今回の動画はここまで。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。